どうも、今回ですけれども、作り置き冷凍弁当を作って節約をしたいけど、弁当を作るまでの一歩がなかなか出ないという方のために、どうやったら一歩が出るのかというお話をさせていただきます。というのも、コメントの方で作り置き弁当を作ってみたいけど、なかなか一歩が踏み出せないというコメントを複数いただいたときに、何か役に立てないかなと思い、自分の経験談とともに少しでも参考にしてもらえればいいかなと思います。それでは早速話していこうと思います。まず、作り置き弁当を作るまでの一歩が出ないと思うときは、自分の場合は結論から言うと、弁当を作るという目的を明確にするということを考えてみました。これは一体どういうことかと言いますと、自分の実体験で例えるならば、僕の場合はフライパンを買いたいということを目的として一番最初に作り始めました。そしてそのフライパンは5000円ぐらいの価格のフライパンを買うという明確な目的、いわば目標を立てました。僕の場合はフライパンでしたが、これは服だったり靴だったり自分が欲しいものでいいと思います。そして僕は作り置き冷凍弁当を知る前はランチ代に400円かけていましたが、この1食200円の冷凍弁当を作ることにより200円のお金が浮くことになりました。その浮いたお金でフライパンを購入しようと考えましたが、一体何個冷凍弁当を作れば5000円のフライパンが買えるのか計算をしてみました。フライパン5000円割る浮いたお金200円で割ると約25食分作ればフライパンを購入できると考えました。1回作ることで6食分の冷凍弁当ができるので、6食かけるそれを4回で5000円のフライパンを購入できると逆算して、目的をさらに細かく明確にしました。そう決めて一番最初にフライパンを買うと意識しながら行動に移したら、すんなりと一歩が出ました。そしてここまでは弁当を作り出すあくまでも過程なので、ここからが一番大切で、この目的を決めて一歩踏み出し、一回だけ冷凍弁当6食分を作って実際に食べてみると、節約ができているかつ6日分のランチがどこかで楽ができるということに気づきます。ここまで体感すればもう締めたものです。あとは弁当の内容を変えながら継続していくだけです。厳密に言うと、継続していくというよりかは継続させたいという気持ちに自分の場合はなりました。プラスアルファで僕の場合は、この冷凍弁当を作り動画に投稿することで、視聴者さんからのコメント、いいねをいただいた時にさらに原動力がアップしました。最後になりますが、一歩を踏み出すきっかけ、いわば目的を作れば一歩が出るかと思います。あくまでも今日の話は僕の経験談でしたが、少しでも役に立ってもらえれば良いかなと思います。少し長々となってしまいましたが、最後までご視聴の方ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。それでは失礼します。